本当にもう驚いたのと嬉しかったのが一番で、もうずっとお世話になっている、あの私がもう小さい頃からお世話になっている会社さんだったので、もうなくてはならないあのものの広告にこう携われることは本当に光栄だなと思いました。今回はあのちょっと不思議な空間を旅するようなコンセプトだったので、あの地面に砂が敷いてあったり水を使ったような撮影があったり、すごく普段と違った撮影でワクワクしました。今回のためにあの作っていただいて、この鮮やかな青色がすごくお気に入りです。ワクワクするようなこう新しいこう時代にチャレンジというか飛び込む雰囲気だったので、ちょっといつもよりオーバーめに大きな身振り手振りで撮影しました。本当ごく最近なんですけど、ちょっとトレーニングを始めまして、今までトレーニングとかこう自分の体作りに結構無頓着というか、すぐ短期的にトレーニングしてちょっとお休みしてって撮影に合わせてやってたんですけど、こう日々の体力作りが本当に大切だなとちょっと20代後半を迎えて思ってきたので、ちょっと毎日サイクリングするようにしています。最近一人でちょっと喫茶店にいたんですけど、お隣に旅行で日本に訪れた海外の方がいらっしゃって、ちょっとお話しかけられまして、でちょっとなんか日本の観光地だったり一番ホットな場所は東京でどこなんだってこう尋ねてくださったりして、私もなかなかこう英語でお話しするっていうのを緊張したんですけど、こう身振り手振りと知ってる単語を組み合わせながら話せて、すごいワクワクする体験でした。もう率直にすごくびっくりしました。もうなんかこう映画の中の世界というか近未来的なお話だなと思って、あもうこの技術が私たちの暮らしの中に入るのがもうそこまで来てるんだってすごくワクワクしましたし、あとはその電力効率が100倍になるとか、ちょっと想像もできないぐらいのこう革新的な技術なんだなってすごい期待しながら待ちたいなと思いました。私は旅するのがすごい好きなので、なんか日本全国のいろんな地方の人とつながったり、自分がそこに行ってるような感覚になれるような技術があったらいいなって思ったり、あとはなんかライブだったりステージだったりがもうよりなんかなんだろう近く感じれるようなサービスとかもあったらいいなって考えたりしています。